今年的 TIFA 还有一个非常特别的节目，历经22年的等待，日本导演全川信雄的作品终于再次来台湾了。80岁的导演，他今年重新挑战《哈姆雷特》，而曾经在2003年演出男主角，横扫当年所有戏剧奖项，被誉为天才演员的藤原龙也，他也再次担纲演出《哈姆雷特》。底台记者会上，他分享他重新诠释角色的心境转换，还有他与全川导演工作的情况。まあ、日本で本当に21歳の時はやはりある種 の, その若さだとか勢いだとか、蜷川さんがもちろん若く20歳の俳優を演出するというその話題性だけでこう突っ走ってきた部分が若い時はあったと思う。しかし今そのハムレットの実年齢にこう近づき10年経ち、もっと本当にハムレットそのものの最大のテーマの一つもあるその自分とは何なのかと、何のために生きているのか、どこに行けばいいのか、こうある種の哲学的にこう自分を追い込んで探っていくわけですけれども、そういうものをあの 深い部分を求められるようになって、今回やっぱりあのそこは非常に苦労した一つの点でもあります。なんだろうな、ハムレットというものは多分それは 旅なんですね。旅をしていく中で本当の自分自身を見つけていく、発見していくという、こう自分の人生そのもののようなあの壮大な戯曲なんですね。でそのような大変なことにこう人生で2度もね、蜷川さんの演出でやらせてもらったから、まあ、その経験は非常に自分にとってはいいことなんじゃないのかなと思ってますけど。そして初日が空いた翌日にスタッフとキャストを全員を集めて、蜷川さんがおっしゃったことは、自分は命があって初日が明けられると思わなかったと、みんなあの無事に明けてくれてありがとうとおっしゃいました。まあ、本当に蜷川さんからも、達也ある意味これは俺からの遺言だから、一つ一つこう言葉をキャッチして、あの100分からなくてもいいよ、今は 1% でも分かってくれればいいけど、10年後25年後にきっと分かる時が来るから、今は俺の言葉を一つ一つ大変な稽古だろうけども遺言だと思って受け止めてくれということは言われてましたけど、あとは基本本当に僕はいつもそうなんですけど、蜷川さんからはあのバカ帰れ、才能なし、殺すぞしか言われないんです。やはりその蜷川さんとの仕事って本当に簡単ではなくて難しいことだらけなんですけれども、なんかこう蜷川さんと向き合ってなければあの本当に俳優としてちっとも成長しない自分がいるし、あの人がこう一緒に仕事をしてくれるから僕らもなんかこう一歩次